い、こんにちは。指導員の中田です。指導員の島田です。よろしくお願いします。今日はですね、私たちが行っておりますトレーニング指導者講習会の、ご案内をさせていただきます。特別講習会ですね。はい、はい、6回普通の講習が終わってから特別講習をなんと3回もやると今回は、はい、そうですね、ということですね。で、特別ってついてるぐらいですから、はい、講師も講師の先生方も特別なんですよね。そうですね、はい、スペシャルな、はい、そうです。第1回です。1回目です、ね、特別講習のお一人目ですね、講師の先生、はい、そうですね、はい、じゃあ日付をよろしく。そうなんだ。日付はですね、9月9日土曜日の9時から12時で3時間みっちりと座学のみの講習となっております。でテーマが、脳震盪について、スポーツ現場での実際というテーマになっております。はい、はい、先生は、はい、講師はですね、中本真也先生ですね。あ、素晴らしい先生ですね。すごいね、はい。まあ、簡単な経歴をお話ししますと、筑波大学院体育研究科を修了後カナダに渡って、国家試験を得てカナダ公認理学療法士としてスポーツクリニックで勤務されておりました。で、2017年に帰国後はハイパフォーマンスセンター、ハイパフォーマンスジムで勤務されておりまして、現在は、筑波大学大学院人間総合科学学術院に在籍し、研究活動と同時に脳震盪の啓蒙活動を行っております。はい、今回の講習会、脳震盪の講習内容ですが、基礎から現場でのアプローチの方法についてお伝えしていただけるということになっております。はい、はい、聞くところによるとですね、中野指導員はすでに、はい、中本先生の脳震盪の講習会に何度か出ておられるということですが、はい、そうですね、啓蒙活動の中で行っている講習会なんですけど、あ、そういう話のスタートじゃない、はい、いいですよ、いいですか、はい。それこそ基礎から、脳震盪実際になった後の評価、まあ、なった後なる前の評価、あとは、まあ、専門的な部分として、それこそ栄養であったりとかメンタルであったりとか前庭機能っていう言われるところであったりとかっていうところの詳細をそれぞれテーマごとにお話しされていて、そして中本先生何よりもやっぱり熱い、熱い男、ハートがね、はい、熱い男なんですね。なんでもうやっぱ質問に対してもすごい親身になって答えていただけますし、1聞いたら10返ってくる、100返ってくるみたいな、そのぐらい素晴らしい先生だと僕は思っております、ね。はい、夏には聞かない方がいいですね、じゃあ中本先生のね。そうですね、お話はね、9月暑いな、暑い、まだ暑いね、熱中症対策として、暑すぎてね、はい、スポーツドリンク常備かなと思っております、ね、はい、思います。私もじゃああれかな、講習会でに来る人たちは、まあ、いろんな参加者の方がいると思いますが、特にどうですか、どんな人に聞いてもらえたらいいのかなっていうのは。そうですね、まあ、トレーニング指導者の方はもちろんなんですけど、まあ、これからトレーニング指導とか、まあ、スポーツ現場に関わるような方でも一度はやっぱ聞いておいて損はないかなと思いますので、はい、そういった方々に聞いていただけるといいかなと思います、ね。そうですね、本当にカナダから帰ってこられて一生懸命脳震盪の予防の啓蒙活動をされている、まあ、なかなか本当に数少ない人、お方、数少ない先生だと思いますので、なかなか栃木県内でこういう中本先生の脳震盪のお話を聞けるチャンスというのは本当にないなというふうにも思っていますので、ぜひ多くの方に参加していただいて、こう講習会を盛り上げて楽しく、講習会を受けていただけたら嬉しいですね。はい、そうですね、はい、では最後に、まだ講習会の申し込みは受付中ですので、どんどん申し込みしていただいて、申し込みをお待ちしております。はい、はい、お待ちしております。それではさようなら。
てください。